悩むことはない。わしらがいるんじゃ、仲間じゃろ。この作品を最後に、映画界から忽然と姿を消した男が新たなる映画を撮るため再び帰ってくる。アンクル・フラドのハンドメイドムービーエピソードクリスマス、カミングスーン。はい、それでは監督のアンクル・フロドさんにお話を聞かせていただきます。監督、よろしくお願いします。はい、よろしく。それでは早速質問です。今回どうしてクリスマスをテーマに選んだのでしょうか。今回のテーマは愛なんだ。その愛が一年で一番感じられる日、それはクリスマスじゃないかな。そんな日に本当の愛を知らない人がいるのは悲しいじゃないか。わしの作品を見て愛を感じてもらいたい。そうすればクリスマスにもっと幸せな気持ちになれるはずさ。なるほど。そういえば前回の公開撮影では台本を書き忘れて現場がパニックに陥るというハプニングがありましたが。大丈夫、今回はバッチリさ。それでは最後に楽しみにしているファンの皆さんに今回の撮影に向けて何か一言いただけますか。みんな、わしからのクリスマスプレゼント楽しんでくれよな。アンクル・フロードのハンドメイドムービーエピソードクリスマスの公開撮影をお楽しみください。このショーでの撮影録音は禁止ではありません。また途中退場される場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられることはありません。ただし監督の心は悲しみでいっぱいになります。ノーモアハンドドロップ。さあみんな、準備はいいかい。本番まで5秒前4 3 2 1、スタート。衣装で決める。2つ目、甘
セリフ、最後はロマンチックなムード、この3つが全て揃えば本当の愛に近づくことができる。さあ愛を込めて踊るんだ。撮影を始めよう。まずは相手を魅了するためにかっこよく決めるぞ。本当にそんなことで愛が表現できるの？もちろんだ。思いを表現する手段なんだから。さあキャメラ回して。なんだか心配じゃのう。キャメラだって。
ないのか。どうしよう。フラドよ、ここにいる皆さんにエキストラとして協力してもらうのはどうかな。はい、それいただき。それじゃあオーディション開始だ。それじゃあオーディションに向けて簡単な2つのダンスを覚えてね。そのままの場所で立ち上がって、まずは右に3歩、左に3歩、これを2回するよ。次はゆっくり回って手を叩く。最後はポーズ。ちょっと難しいけどみんな覚えられた？そろそろ撮影が始まるから、選ばれたお友達は中に入ってきてね。よっしゃ、覚えられましたよ。はい、どうぞ。When you are
よな。フロドおじさん、でもやっぱり愛ってこんな簡単なものじゃないと思うよ。そうよ、私も違うと思うわ。そうだそうだ。なんだって、そこまで言うなら手本を見せる。これが真の愛の姿だ。愛、グロの愛、これが愛、本当の愛。愛愛愛愛愛愛愛、みんなの愛、大好き。愛、グロの愛、これが愛、本当の愛。なんなのそれ、フロドおじさん、全然愛が伝わってこないわ。本当にそれで愛が表現できると思っておったのか。オイラもこんな愛は嫌だな。みんなも言ってるじゃないか、やっぱりおかしいよ。なんだよ、わしのことが嫌いだから言ってるんだろう。もうやめた。バカ野郎、フロドおじさんを嫌いだって、あんた本当にバカだよ。おいら悲しいよ。フロドおじさんが一生懸命に作ってる映画だからこそ一緒に作り上げたかったのよ。フロドおじさん言ってたじゃないか、作品を見て本当の愛を知ってもらいたいって。そうすればもっともっとたくさんの人が幸せになれるはずって。フロドおじさんはみんなを幸せにしたいって言った。僕も本当にそう思ったんだよ。フロドよ、これが本当の愛じゃないのかな。厳しい言葉も優しい言葉も、それは全て仲間を思いやる気持ち、思いやりの愛じゃよ。みんな、わし忘れてたよ。かっこいい服もセリフも必要ないんだ。思いやる気持ち、それが一番大事なんだよな。みんなに愛を届けたい、そう思った時の気持ちをうまく伝えられなかったよ。バカ野郎、伝わってるよ。フロドおじさん、言葉にしなくても伝わる。これが本当の愛だよ。あべこべになったな。私はみんなから幸せな気持ちをもらっちゃったよ。黒田監督、その幸せをみんなにも。オイラたちからのクリスマスプレゼント。そうだ、愛が詰まったクリスマスの映画を。
まった思いを仲間に届き、そしてみんなにも広がっていくことでしょう。思いやりの気持ちから笑顔と幸せが生まれる。